独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院は福岡県北九州市小倉南区にある独立行政法人労働者健康安全機構が運営する病院日本初の労災病院である2011年5月1日に旧北九州空港跡地に移転した不正出血が続いた50歳代の女性が同病院で 悪性腫瘍の有無を調べるため細胞診検査を受け陰性と診断されたが実際は同日に受診した別の人物の検体と取り違えられており実際は偽陽性だったその後女性は別の医療機関で診断を受けたところ陽性と判明し再度同病院で検査を受けたところ癌が進行しており別の病院で手術を受けたものの2017年4月に死亡した 女性の遺族は、検体取り違いでがんが見落とされ死亡原因になったとして、同病院を相手取り、福岡地方裁判所国ら支部に訴訟を起こしている。九州労災病院の歩み。九州労災病院。2020年7月14日閲覧。ABCDE。福岡県医療機関情報案内福岡。医療情報ネット。公益財団法人福岡県。メディカルセンター。 2020年7月14日閲覧。勤労者メンタルヘルスセンター。九州労災病院。2020年7月14日閲覧。整形外科。九州労災病院。2020年7月14日閲覧。眼科。九州労災病院。2020年7月14日閲覧。リハビリテーション科。九州労災病院。 2020年7月14日閲覧。福岡県内の災害拠点病院平成30年6月1日、現在。福岡県医療指導課地域医療係。2020年7月14日閲覧。指定医療機関一覧。九州労災病院。2020年7月14日閲覧。がん診療連携拠点病院等一覧表。厚生労働省。 2020年7月14日閲覧。福岡県の地域医療支援病院名簿令は2年4月1日、現在。福岡県医療指導会医療指導係。2020年7月14日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年7月14日閲覧。ガ検査検体取り違え。 女性死亡遺族低訴九州労災病院毎日新聞2019年8月22日ありがとうございます。